被災地情報番組つなぎラジオ。この番組は3月11日に起きた東日本大震災で被害のあった地域をつなぎ、情報の共有や現状、そしてどうしていくかを考え発信していきます。被災地情報番組つなぎラジオ。この番組のパーソナリティの大阪智夫です。さて、11回目、今夜の放送は3月11日の震災以降、仙台宮城 NPO センターの理事としていろいろな活動をなさっています渡辺一馬さんをゲストにお迎えします。被災地を含めた支援、それからいろいろなプロジェクト、そのことについて詳しくお話を伺います。さあ、今夜も皆様からのメッセージをお待ちしています。この番組への感想、それからリクエスト、何でも構いません、お寄せください。information@27p.jp info@27p.jp です。綴りは info@27p.jp、 こちらの方までどんどんメールをお寄せください。お待ちしています。それでは今夜もスタートです。つなぎラジオ、今夜は仙台宮城 NPO センターの理事渡辺一馬さんをゲストにお迎えいたします。震災以降 NPO 法人もさまざまなものが立ち上げられていて、まあそれも一概にこう何団体あるか、もうそれ把握しきれないほどあると思いますけれども、その NPO が置かれている立場、現状も含めて渡辺さんにいろいろとお話を伺ってみたいと思います。この後お届けします。つなぎラジオ、11回目のゲスト、ご紹介します。宮城 NPO センターの理事も、務めてらっしゃいます渡辺一馬さんに来ていただきました。よろしくお願いします。こんばんは。よろしくお願いします。渡辺さんは今おいくつですか、年は。33でございます。若いっすよね。若いですか。ありがとうございます。それでも理事っていう、まあはい、位置にもついてらっしゃるということですけれども、はい、渡辺さんは実は震災前から僕ちょっとお知り合いで、はい、まあ、飲み仲間の一人だったっていうところでもあるんですけれども、ね、はい、まあ、いつの間にかこんな宮城 NPO センターの理事になられているっていうところで、これはやっぱり3月11日の震災以降っていうことですか、それともその前からですか。前から、3年ぐらい前からやらさせていただいてました、そこの理事は。ああ、そうだったんですね。はい、そのもともと、じゃあその宮城 NPO、 あ、仙台宮城 NPO、 仙台宮城 NPO センターっていうのはどういう、うん、組織なんですかね。もともとは市民活動をサポートする、うん、活動っていうことで、まあ、もうちょっとなんか NPO を支援する NPO っていうことを十何年前から仕事にしている団体で、別に震災のために作ったわけじゃなくて、まあ、ずっと前からそういうことをやってました。なるほどね。はい、まあ、NPO っていうのは、まあ、どういう組織なのかっていうと、まあ、非営利団体ということで、うん、まあ、誰でも立ち上げられるって言ったら変ですけれども、そうですね、まあ、その非営利なところで何か活動したいと思っている人たちが立ち上げられる団体ということなんですけれども、はい、やっぱり震災前と震災後ってその団体の趣旨っていうのはだいぶ変わってきてるのかなって気がするんですけれども、震災後やっぱり NPO 団体っていう部分ってやっぱ増えてるものなんですかね。いわゆる法人格は取っていないけれども、うん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 、自主的にそういう活動されてる方非常に多く増えたし、もともと NPO としてもう10年とか5年とかやった方々も、うん、そのやってることがちょっと外れたけどもやりたいな、やらなくちゃいけないだろうってことを、例えば障害者支援されてる方々が、はい、まあ、仮設住宅の支援もしますみたいなことを始めたりとかっていうことは結構広がりましたよね。増えたし広がったしっていう。なるほどね。はい、まあ、そういう意味ではその取りまとめっていうところではかなり苦労なさってるところもあると思うんですけど、どうですか今、ぶっちゃけどのぐらいの団体がいるとか把握できないでしょう。把握はできません。でも9月ぐらいからどんどん減ってはいると思います。ああ、そうですか。まあ、数としては要は
一つの、まあ、区切りがついたっていう団体もあるってことですかね。はい、ただそこからまたこの10月11月になって、うん、新しく立ち上がりつつあるところっても結構あって、うん、まあね、仮設住宅っていう非常に分かりにくい場所に課題が移っていった時に、うん、もうちっちゃい問題をこの問題を解決するグループみたいなのがこの、うん、今ポコポコ出てきたりとか、うん、もしくはこの地域で、うん、この地域全体見ますみたいなことで立ち上がる団体さんとかっていう、一旦減ったけどまた増えつつある別の団体が、うんうん、やはりやその震災を受けて、まあ、9ヶ月経ちましたけれども、はい、その最初の頃の目的支援っていう部分からまた新たな問題点とか新たな、形っていうのが今度現れてきたってことではあるんですよね、きっとね。あのすごい変わったと思います。あの5月の連休前ぐらいまで非常に分かりやすい、うん、食べ物がない、はい、寝るとこがないとかって非常に分かりやすかったんですけど、うんまあ、10月超えて仮設にほとんど移られて、うんまあ、今12月でもほ、うん、基本的に全員お入りになったとなると、ねはいはい、あのドア開けないと課題が分かんないんですよね。入れていただかないと避難所だったら見えちゃうから分かるんですけど、うん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 、だからもしかするとご飯食べれてない人いるかもしれないし、うんうん、いやまあこういうとあれで家庭内暴力がすごくなっちゃってる人もいるかもしれないし、うんうんそれがだから避難所だったらあの扉開ければ皆さん寝てたからなんとなく分かるけど、うんはい仮説になるとなんとなく分からなくなる。なるほどね。これはもう本当に今見えにくくなっていて、きちんとお話聞かないと分からないっていう感じです、うんうん、その中でやっぱりいろいろな課題あると思いますけれども、その個人個人の問題っていうのは非常に多くなってるなっていう気がするんですけども、うん、一番この現時点で渡辺さんが感じてらっしゃることってどういうところですか。あの目の前の話で言うと、もともと弱かった立場の方がより弱くなっちゃってるよねっていうのは、まあ、震災後からずっとなんですけど、うん、社会的弱者って一括りにしちゃうとあれですが、特にその情報が手に入んないタイプの人たちっていうのは非常に苦労されている、うん、あとその行政の支援の枠に入れない人、うん、仮設住宅に入ったら物がもらえるけど、はい自分の家浸水した家の2階に住んでしまえば、うん、物がなかなかもらえないねとか、うん、それあるじゃないですか。ありますね、うん、そういうもともとその社会的に弱かった人も弱くなったし、うん、情報を取りに行くとかそういう選択をできなかったもしくはしなかった人たちに対する、うん、その自立支援っていうのが全然行き届いてないなっていうのは、うん、こう行政の行政っていうかなんか仕組みの限界みたいなのを感じるときに。なるほどね。まあ、あの若い人だったらねそれこそまあ携帯電話、うんうん、インターネットそういうものを駆使してっていうことはできるかもしれないけれども、まあ、お年寄りの方はね当然そういうものは使えないだろうし、そうそうましてや被災地自体でその情報網が確立されてない場所っていうのはたくさんあるということだし、まあ、あの仙台市内はねまだいいにしても、うんうん、そのもっと沿岸部の地域なんかはそれこそなんだろうネットがねえよみたいな、まずはね。あのネット載ってますと言っても全然意味がない話だし、そうそうそう、ね、新聞取ってないですとか、うんまあ、届いてませんみたいなことだと、うんうん、分かんないって話なの で、ね、あと山奥に仮設がある場所なんかは車すらなければもうずっとそこにいるしかないっていう、もうその日の食料どうするんだっていうところもあるし、ね、なんか、まあ、新たな問題ってのは本当に出てきてますよね。出てきてます、うん、でそれが小さい目の前の話はそういうことがあるし、うん、あともっと長いスパンで言うと、うん、10年以上絶対かかるこの復興のために、うんうん、次のこの町を担うような若者とかってどう育てる気ですか皆さんみたいなのが、うん、あんまだそこまで気が回ってないとは思うんですけど、うん、この町を好きで残ろうと思っても仕事がないじゃんとか、うん、なんか結局それをまた繰り返しちゃって若い人逃げちゃっちゃったらこの町に本当に10年後本当にジジババだけってやつ。いや本当本当ね、それはねあの僕も痛切に感じますね。もう被災地に行くと若者がまずいない、そう、うん、もう働きに出ちゃってるっていうのはもちろんあるんですけれども、昼間なんか行くと本当ここはもうなんつったらか老人のいる施設なのかとかね、もうデイサービスセンターなのかみたいな感じにも見えるし、だから本当にそのまあ、本当さっき渡辺さん言ったようにそんな先のことまで考えられないよっていうことかもしれないけども、うんうん、でも考えなきゃいけない問題ではありますよね。考えなきゃいけない問題、本当にその、うん、神戸の時は隣が大都市だったからまだ若い人いたけど、うんうんうん、中越の時みたいにもともとあんまり若者がいなくて、うん、フィーバーが終わった時に、うん、
残ってる人ってやっぱ地域の、うん、まあ、比較的高齢の方しか残ってないじゃんっていうふうになっちゃったら、そうじゃなくてダメージ受けてるとどう直していくのっていうのってかかっちゃうし、あの北部、宮城の北部地震の時も結局同じことはあったし、で今回大規模だから余計に分かりやすいになるんですけど、はいはい、それに対することも僕はしなくちゃいけないと思っていて、僕がもう一個やってる若津区っていう一般社団法人の方ではそっちをメインで活動させていただいてました。なるほど。まあ、あの具体的にいろいろなプロジェクトを携わってらっしゃるということで、まあ、その若津区での話もまずは伺いたいんですけども、はい、若津区ではどういうことをまずはなさってるんですかね。あのもともと自分の本業が、大学生をインターンシップ、まあ、面白いことやってる大人のところにデッチ奉公させて、うん、あの生かした大人になろうみたいなことを5、6年ぐらいやってたんですけども、うん、まあ、震災後あのその仕組みのある部分を生かして、うん、面白いことしてればボランタリーにいろんなことやってるところに対して、うん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 、学生さんどんどん行けやみたいな、手伝ってこい、面白いぞって言って、で初めは別にそこで人材育成のつもりはなかったんですけど、はいはい、行ってきた若者がすげえ目キラキラするし、俺こんなことがやりたいんですっていうようになったから、じゃあ企業向けにインターン行かせるとかデッチ奉公させるよりは、ボランタリーにそういうことやっているところに行くとか、なるほど、もしくは水産業とかああいうところで今から復活したいぜっていうところに若い人手伝いに行かせるみたいなことを基本的にはやっています。なるほどね。それで今その若津区さんでそういうことをやってらっしゃる学生っていうのは延べどのぐらいいらっしゃいます？ですね、延べってどうカウントするかですけど、多分その3月以降のあの頃から含めるともう多分4桁を超えるんだろうなと思うんですけど。あ、そうなんですね。うん、だから1月単位で区切っていけばやっぱ1月数百人ずつボランティアで行ったりとか何かで行ったって形でいるんで、もう積み重ねて多分それぐらいになってると思います、ね、なるほどね。まあ、やっぱりあの正直やっぱ必要とされている自分に生きがいを感じているというのももちろんありますし、その中でまた考えることもあるだろうし、本当はあの若い人たちにはね、本当力になってもらいたいなと思うので、その活動すごく尊いなと思いますし、はい。その他にもなんかいろいろなあの団体なんですけれども、紹介していただければと思うんですが、まずは宮城連携復興センターというのがありますが、はい、これはあの仙台宮城 NPO センターというのあの初めの方で申し上げた、はい、その NPO を支援する NPO のところが事務局になって、うん、支援をする団体さんで、まあ、比較的規模が大きいところとか、うん、一生懸命ってみんな一生懸命だとか、まあ、そういう支援する側、直接支援というより支援する側だった方の人たちが集まって、うんで情報交換する場を作りましょうと。なるほど。あの民間ベースで復興を加速させるような取り組みをする人たちのネットワークを作りたいと思って、それを3月の震災後10日ぐらいで準備室みたいな感じで立ち上げて、4月1日から一応センターというふうにしてやり始めまして、なるほど、ね、今は、だいぶそこからこうフェーズが変わったので、仮設住宅の周りの周辺調査っていうのを宮城県の方から委託を受けて、数十人の方を雇わさせていただいて、はい、仮設の周辺調査なんかをしています。なるほどね、はい、確かにこう、ね、いろいろな団体がこう被災地に入っていろいろな活動をしている、まあ、それが重なっちゃったりとか、もしくは足りないところに行けてないとか、そういうところでやっぱ一番大事なのってのは情報共有ですよね。本当に、あの時混乱だったんで重なることはどうしようもないけど、足んないのはいけてないと思っていて、あそこ足りないらしいぞっていうのがあったらそこ行ってみたいなことをするための情報のプラットフォームを作りたいと思って、これを連携センターを作って、一番の頃は週2回ミーティングして情報共有して、まあ、会って話すのが一番手っ取り早い。まあそうですよね。もうそれで、あそこ行った時にあれ足んなそうだったから、じゃあ俺行くよとみたいな、あの時、まあ、みんな寝ないでそんなことしてたなとだからやっぱりその被災地被災者も助け合いでみんなこうその日その日を日々を過ごして生きてましたけれど、支援する側もやっぱりその日その日でこうみんなで連携し合って助け合って支援し合ってたっていうことですよね。自分たちもどんなことが起きてるか分かんなかったですからね、本当に、まあ、とりあえずやれる範囲延々繰り返していったって話で、もう本当に連携というか、つながりながらやるしかないよねっていうことは、本当そうですよね、まあ、情報共有って部分ではこの番組でも常日頃から言ってることなので、本当に番組としても何か協力できることがあればぜひお願いしたいなと思います。そして、こちら F プラスプロジェクト、はい、こちらはどういったプロジェクトなんでしょう。
全国の、比較的規模の小さい小売業さんとか、あとセレクトショップやって、セレクトショップやってます、デザインやってますみたいな方々に、寄付付きの商品を作っていただいて、例えばこの器が売れたらこれの 1% を寄付しますみたいな、寄付付きの商品いっぱい作ってもらって、その寄付を私のものを若津区の方にお預けをいただいて、我々が被災地で活動している団体さんに、少額ずつもう一回寄付としてお渡しを、寄付というかその支援金としてお渡しをするということをしています。なかなかそうなんですよね。例えばその大きい企業さんではそういうことを要はその支援者、そのプロジェクトまでお金を渡すってことができるけど、小さい会社の方々、もちろんあと個人事業主はどうやってその自分の寄付をその吸い上げてもらうか活用してもらうかっていうところはなかなか難しいじゃないですか。例えばそのさっき言ったちょっと名前出たセレクトショップの T シャツを作って復興支援にしましょう、でそのお金集まりました、じゃあこれどうしようって結構多いんですよね。多いと思います。額としてればいやすごい金額だと思うんです、10万とか15万とか、ただそれをじゃあ大阪の人たちが仙台までとか遠くまで来て15万使ってくださいって言ったら交通費って消えちゃうので、そうですよね。その時にそういうことをこう取りまとめるようなことっていうのを東京のデザイン会社の方が発案をして、でたまたま知り合いになって、じゃあ現地のコーディネーションをしていただけますかということで、今私どもの方でそれをやって、なるほどね、はい。現地にやっぱりそういう情報を知ってる人たちがいるっていないとね、やっぱりそこは大事にお金を使えませんからね。そして、これ僕すごく興味を持ったんですけれども、元気だ城プロジェクト、元気だ城プロジェクト、元気だ城プロジェクトの城は年賀状の城ということなんですけれども、これちょっといいですね。ありがとうございます。このプロジェクト、年賀状なんでしょうけれども、出すということなんですけれども、今年はなかなか明けましておめでとうとか言いにくいですよね。言いにくいというところ、謹賀新年ともなかなか言いづらい中、でも年賀状を出したい、そういう人たちにはうってつけのプロジェクトなのかなという気がします。これ詳しくお伝えできますか。元気だ城プロジェクト、今少し説明いただいた通り、さすがに年賀状ってわけにいかないけど、ご挨拶は出したいし、かといってどうしたらいいかなという方々に、被災地の方からすると私は元気ですってことを出そうとか、ありがとうございましたってことを出すっていうのを、やりたいなという思いつきがあって、なるほど。で大阪の印刷屋さんがこっちに物資届けに来たついでに、自分たち印刷屋だから何かできることないだろうかって言った時に、こういうのありますよねみたいな、なんかアイデアで盛り上がってきて、じゃあ大阪の、チームで、デザイナーさんたちに声かけて無料でそのデザイン作ってもらって、元気ですとかありがとうございましたって書いてもらうデザイン集め、これここに上がってるだけでもデザインは50種類ぐらいあるんですね。あります、あります。それをこうデザイナーさんで無料作ってもらい、なおかつ今度被災者の方にはそれを安く買っていただきたいと思っていたので、寄付も集めて、で例えば寄付を集めたものを通じて1枚本当は50円とか60円するものを40円で買って、買えますよってやったりとか、で被災地じゃない、被災者じゃない方にはやや高いお金で買っていただいて、それを寄付に回すっていうことを、本格的には11月ぐらいから始めて、今バーッとこう広がり始めたってことなんです。だって年賀はがきっていうか、完成はがきにしたって60円じゃないですか、それで普通印刷代とかかかると、もっともっとかかりますから ね、1枚あたりどんだけっていうところが、逆に安く買えるっていうね。そうそう、被災者であれば1枚40円で、切手代込みて出せますっていう、で切手のない紙製はがきだったら0円、0円で差し上げますと。これは嬉しい支援ですよね。あと、これでも我々はじめ仮設住宅にこれを売りに行ったんですね、学生さんたちが。ただやっぱり怖くて、金取んのかいって言われるのかなと思ったら、自治会長さんとかに、いや金取ってくれてありがたいって言われたんですよね。俺ら物もらいじゃないから、こうやってねちゃんと金取った方がいいし、金払うっていうのをみんなに思い出してほしいんだよねって言ってて、で一箇所だけそういうことがあったのかなと思ったら、いろんなところでみんな同じ感覚で、ただ物配られるよりはこういうふうに欲しかったら買うっていうのっていいよねと。でしかも応援金が乗ってるから若干安い、だから忘れ、自分たちは忘れられてもいないし、でも金も自分で払わなくちゃいけないっていう、なんかそこら辺が受けて、今
各地の仮設住宅回らさせて、そこでいきなりこう青空、あの売り買いができる、はいはいはい、出張販売みたいな、出張販売ができると、仮設住宅で出張販売できるのはここだけじゃねえかみたいな感じで活動させていただきます。ああでも本当に多分仮設住宅での支援って、まあ、これがとってもいい例というかサンプルになるんじゃないかなという気がしますね。うん、やっぱり個人個人によって状況というか事情は全く違うし、うん、それから、まあ、仮設住宅に住んでいて働けてる人もいれば働けてない人もいるし、そうですね、だそういう意味ではその必要な人に必要なものが届く、うん、まあ、それは単純にやっぱりお金で買える買えないってこともジャッジメントとしてあるじゃないですか、うん、だからやっぱりそれって非常に重要なのかなと。重要です、うんうんうん、だから日常に戻していくために、うん、ある部分はお金というもともと持っていた、うん、そのコミュニケーション手段に戻した方が、だっていつまでももらってたら、うん、慣れちゃうじゃないですか、うん、で僕もなんか慣れ、僕も家が全壊しちゃったので、うん、なんかもらえることにちょっと慣れてきた時に、うん、いやいかんいかんと思って、うん、別に稼ぎがなくなったわけじゃないんだから、うん、買うもの買おうみたいな、うんうん、そうですよね、うん、でいつまでももらえるとは限らないしね、そうそうそう、うん、ある日パッタリなくなるんです、パッタリなくなりますから、うん、はい、まあ、僕の知り合いの人もまあ仮設住宅にいて、まあもちろん家は全壊してしまった人なんですけれども、まあ仮設入るときに家電をいただいたと、で家電をいっぱいいただいたんだけれども、まあ新品のものでしかも、でしかも自分が住んでた時よりもいいものをもらっているっていう状況なんだけれども、でもそれに慣れてしまうと今度自分が今度何か物を買おうっていう時にはそれが基準になってしまうので、今度自分で自分を苦しめるって言ってたんですね。だから例えばテレビでも大きいテレビをもらいました、うん、そうですね、いいけどでもそれなくなって、まあ、故障したりとかそれが壊れてしまったって時、やっぱりそれ以上のもの欲しくなるじゃないですか。 そうなんですよ、それ人間の欲望というか欲求っていうかさ、やっぱりそういうのがあるので、そう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 、今更ブラウン管には戻せないしとかね、やっぱりなんかそういうところで生きる力を奪いかねない、うんうん、これ以上のそういう単純なものをあげるっていう支援が、うんうん、生きる力を引っ張り出すために本人たちが本当に欲しいのかどうかとか、うんうん、それがあったら豊かになるのかどうかとか、そのために自分はどれくらい努力したのかみたいなことは、今後被災地で活動するときに支援者側も自分たちがやりたいから支援させてくださいじゃないと思うので、うん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 、僕らずっとその3月から活動している中で決めていたキーワードがあって、うん、支援者側が主語ではない、うん、あくまで被災者が主役になっているかどうか をジャッジしようと、うん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 、僕やってることは被災者がこれなのっていう、はいはい、もしくは被災者が主役じゃないとすれば、うん、そんな言葉悪いですけど、うん、きっちり恩を売ってるかどうか、いずれ返すって、はい、彼らがそういうふうに思ってくれるっていうことが、うん、しないとこう、うん、もらいっぱなしになると本当に人間崩壊してっちゃうんで、うん、いやもう本当そうですよね、うん、やっぱり人っていうのは、まあ、生かされるっていうことよりも自分自らやっぱ主体となって生きることが生きていくことだと思うんですよね、はい、うん、もうでもまあ被災当初はやっぱりもうそんなこと言ってられなかったら、うん、生かされてもやっぱり命をつないでほしい、うん、まあ、そういう気持ち、まあ、それが支援につながってたと思うんですけれども、今やはりこの時期になってくると、その生きていくそれぞれが自分の主体でやっぱり生きていかないと、これは本当に復興にはならないと思うんですよね。いつまでもその生かされてるっていう状況では全く前には進まないと思うので、そうなんですよ、うん、だからそれ震災3月11日の前まで100で生きていた人、うん、100の力で生きた人が、うん、今例えば働かないから10とか5だったりするわけじゃないですか、うんうん、でしかも誰かが代わりに稼いでくれって言ってる、はい、もしくは、まあね、税金って形で借金をして補填してますので、うん、足んない分、うんうん、でそれを返していくためには自分も100にか105とか110にならなきゃいけないんです、うんうんうん、でそういうふうなのが多分自立支援のはずなんだけど、うん、とりあえず10しか生きてない人たちに残り80とか90上げましょうって言ったら、うんうん、ね、力奪っちゃうから、いや本当そうですね、うんうん、だから、まあ、それはもう国全体としても良くないし、良くない、うん、だからやっぱりそのこうやって助け合いの精神というのが芽生えたのは、うん、本当になんかまあ不幸中の幸いって言ったら、まあ、あれですけれども、そういう助け合いの精神が生まれたこの今だからこそ、またその助けられた人は助ける側になれるように頑張ってほしいっていうね。本当そうだと思います、うんうん、昨日もとある石巻の団体さんの話聞いたときに、
子どもたちがかわいそうだと思って支援をしていたんだけど、うん、その支援をしていた子どもたちが自分たちも何か役に立ちたいって時にハッと気づかされて、うん、そりゃそうだと、うん、彼だって生きてるし、うん、彼だって貢献したいと思ってるし、うん、で石巻での仮設でそのカフェをやり始めて、うん、その地域の女の人たちにコーヒー飲んでもらうみたいな活動を始めて横をつなぐってことを中学生がやってますって聞いて、うん、まあ、そういうことだよなと思って、いや本当そういうことだと思いますね、うん、もうね、あの大人なんかよりね子供の方がね本当にね分かってるんだよね、そういう部分って本当子供たちに、ね、気づかされることが本当に多くて、うん、本当に多い。この間も僕もサッカー支援で、うん、まあ、ボールを配りに某所に行ったんですけども、あえて言えないんですけど、まあ、某所に被災地に行ったんですけど もう子どもたちがもうボールいらないって言うんですよ、うん、持ってるから、うん、その代わりボールないどこどこの国、他の国、あの、うん、発展途上の国に送ってくれって子どもたちが言うんですよ。いいじゃないですかそういうのね。ちょっとびっくりするじゃないですか。感動しますよね、うんうん、おしっこちびるみたいな感じなんですけど、いやだから本当気づかされることっていうのは、うん、本当子供たちから学ぶことも多いなと思うし、だまあそういうところも含めて、まあ、こういったプロジェクトっていうのもね、なんかなんていうんでしょうね、こう日に日にやっぱり変化していくし、その変化の速度っていうのはすごく変わっていくし、変わっていく、うん、だから僕らが今後やっていくのはその直接的には何か、うん、あの被災地で面白い活動とか、うん、あの社会を変えるかもしれないと思うような活動に若い衆を入れて、こういうのは問題解決だとか、うん、こういうことが社会を変えていくんだってところに若者を連れていきたいし、うん、まあ、大学生ぐらいの人、うん、もっと若い中高生ぐらいだったら、まあ、さっきの話じゃないですけど、彼らが主体となって、うん、彼らができる範囲ちょっとだけ頑張るぐらいの何かできることっていうのをプロデュースをするってことを、うん、まあ、来年から5カ年ぐらい計画でやろうと思っていて、うん、今こう世界中から金とリソースを集めてやり始めようとしてるいやでも本当にね、それがあの復興へのまあ遠いですけども近い道なんですよね、多分一番確実な道だと思うので、うん、あの今後も耐えることなく頑張ってもらってまた飲み行きましょうよ、ちょっと。そうですね、もうちょっと、まあ、いつか落ち着くって落ち着かないと思うんで決めないといけないと思うんですけど、そうですね、年末一回行きましょう年末行きましょう、もう年末ですけどね、ああもうそうバッチリ年末です、ね、いや本当の年末、年の末、年の末に、年度末にもうビシッと行きましょう。ありがとうございます、はい、ということで今日は、渡辺さんに来ていただきましたなんか最後変な話です、すいません、いえいえ、どうもありがとうございました。ありがとうございました。つなぎラジオ、今夜もそろそろお別れの時間です。番組では皆様からのメッセージ、番組への感想などをお待ちしています。 info@27p.jp こちらまでどんどんお寄せください、今夜も、最後に言葉の力をお届けします。この言葉の力では皆さんに読んでほしい詩や、それから名言格言など、どんどんこちらもリクエストをお待ちしております。それでは今夜もお別れです。お相手は大阪智でした。それでは皆さん、また閉じても消えぬ光景できるなら戻りたい届かぬ思いせめて一つかなのならもう一度こう見たい。つなぎラジオ、言葉の力。世界が私を愛してくれるので。谷川俊太郎。世界が私を愛してくれるので、むごい仕方で、また時に優しい仕方で、私はいつまでも一人でいられる。私に初めて一人の人が与えられた時にも、私はただ世界の物音ばかりを聞いていた。私には単純な悲しみと喜びだけが明らかだ。私はいつも世界のものだから。空に、木に、人に、私は自らを投げかける。やがて世界の豊かさそのものとなるために、私は人を呼ぶ。すると世界が振り向く。
そして私がいなくなる。